はい、皆さんこんにちは。毎日敬語単語、いよいよあと2回です。まあ、ということでね、終盤戦に入ってきましたけれども、今日もね、重要な古文単語をお送りしていこうと思います。さあ、ということで1個目ですね。29番目はモーズという古文単語。モーズという形で出てくると結構イメージしにくいんですよね。これ文章で実際に出てくるとき、ちょっと例文から先に見てしまいますが、その秋住吉にモーデタモー、もうでと書かれると結構イメージしやすいですよね。だって我々の現代語にも初詣という言葉が残されてるじゃないですか。まあつまりモーズの漢字で覚えておけば、初詣のイメージと照らし合わせてあげて、神社なんかにお参りする、参詣するなんていう謙譲語だっていうのが分かりますね。ちなみに余談ですが、この形で謙譲語が出題された場合、誰を高めるかっていうのは決まってますよね。神社参詣、神社参拝の時、誰のもとに行くのかって言ったら、お寺に行って神様仏様にどうか何々できますようにってお願いするわけだから、この謙譲語は高める対象というのは常に仏になりますよっていうのは知識として覚えておくと非常にいいですよね。まあ、なのでその秋住吉にお参りしなさったっていう文章があった時に、誰を高めてますかって言ったら、それは住吉大社にいる仏様、大明神を高めてるんだっていうことが分かるんですね。あるいは偉い人の場所に向かっていくような場面は、いわゆるマイルのイコール語として参上するという現代語訳もあります。まあ、ただせっかくなのでモーズは丸1番を優先的に覚えてあげて、お寺でない場合丸2番とこういう持っていき方がいいんじゃないかと思います。まあそれで十分ですね。はい、次行きましょう。30番ですね。これがちょっとタチの悪い単語で、まかるやまかずという古文単語。もちろん意味を調べてみると、丸1番、退出するという謙譲語ですって書いてあるんですが、退出するっていう日本語が謙譲語なんですかっていう、これ結構ね、鋭い質問だと思いますよ。まあ確かに現代語で退出するって言われたら、なんかそのね、敬語感っていうのは全く出ないですよね。ってことで、はい、こちら行ってください。まかるのイメージをね、ぜひ覚えておいてほしい。そしてなぜ謙譲語なのかっていうのをしっかりと理解できるようにしてあげてほしいんですよ。いきますね。イメージとしては、まず、はい、偉い人がいますよと。あ、じゃあ偉い人のお家にしましょうか。偉い人がいるお家に今私はいますと。偉い人のお家の中に私はいますよと。そしてこの偉い人のお家から私はどこか別の場所に出かけようとしていると。この時にまかるという言葉を使うのね。で、謙譲語ってどんな意味だったかっていうと、謙譲語は受け手を高めますよ、こういう定義なんですよ。ってことはね、退出するのは私じゃないですか。あ、逆に言えば退出される受け手は誰ですかっていうと、受け手はこの貴人になりますよね。謙譲語を使ってあげることによって、私は偉い人のもとから出ていきましたよって、この貴人を高めることができるんですよ。だから退出するという古文単語の時に間違っちゃいけないのは、これは偉い人のもとから退出する時にしか使わないんだよって、これが大事です。要はね、なんか友達ん家から出ていく場合は普通にこれ出るという意味で伊豆っていう古文単語ありますよね。これ書いてあげればいいんですよ。友達の家から伊豆丸、これでおしまいです。ところがわざわざまかるを使っているということは、誰か偉い人のいる場所から私は出ていくんだ、退出するんだ、そういう意味だよねっていうことをしっかりと押さえてあげてほしいんですよ。でね、2番目の訳を見てください。全く逆じゃないですかって質問してくる人もいるんですよ。いや確かに退出すると出かけるっていうのは逆の意味ですよね。いやですが、同時進行で起きる動作だっていうことも確認取れますよね。偉い人のもとから退出するということは、私は何か別の場所に行くわけだよね。そして特にこの別の場所というのが、
偉い人でも何でもない普通にしましょうか。普通の人がいる場所だったら現代語訳は出かけますぐらいでいいんですよ。まあちょっとね、丁寧語っぽく訳すっていうのはおすすめしておきます。まあ厳密に丁寧語というふうに書いてある参考書もあれば謙譲語と書いてある参考書もあるんですが、まあここは問われないと思いますので、出かけますぐらいのちょっとね丁寧な表現で書いてあげるといいですよと、こういうことはおすすめしておきます。で、反対にもし出かける場所がまたまたここに貴人がいたとしたら、わかりますよね。この貴人に対してやっぱり敬意を払わなきゃいけないわけだよね。この貴人を矢が王でも高めなきゃいけなくなる。そうするとこちら側はどこか別の場所に出かけますよっていう現代語訳だけでよかったのに、偉い人のもとに行くとなれば、参りますというこの参る謙譲語を使って新しい場所にいる貴人を高めなきゃいけないっていう、この図式ですよ。いいよね。同じ一連の動作であるんだけれども、ここまで幅広く解説ができるんだっていうのがマカルのポイントです。まあなので今日の単語の中で圧倒的に一番難しいのはマカルですから、しっかりとね、丸1番と丸2番は別に言いたいことは全部一緒なんだよ、動作自体は一緒なんだよ、ところが状況設定をしっかりと考えてあげてね、退出してどこか別の場所に行く、その別の場所によってさらに現代語訳が変わっていくんだよって、いうところまでしっかりとおさらいしてあげてください。よろしいですね。はい、ということで、まあ例文はそんなに、ね、難しい例文じゃないです。オクラは今はまからんこなくらんとね、オクラ、山の上のオクラという有名な人ですね、歌人です。まあその私は今は退出しましょうと、きっと今頃子供が泣いているでしょうから、こんな感じで十分ですね。まあちなみに難しい用法ですが、まかるプラス動詞、これ補助動詞じゃないんですよ。補助動詞だったら動詞プラス動詞の形なので、まかるプラス動詞という形で出てくるとほにゃららいたすという謙譲語です。まあ上にくっついているから補助動詞という言い方はしませんよって、でも実際に補助動詞と同じように謙譲語ですよっていう意味を添える働きっていうのがありますよっていうのもちょっとね頭の隅っこに覚えておくといいかもしれません。さあ、そして最後31番、マイラス、これがねマイルに似てるじゃないですか。マイルに巣がくっついてるだけです。確かに元々の成り立ちは巣は刺激の動詞ですよね。参上させるみたいなところから派生していった単語だっていうふうに言われているんですが、現代語気をつけてね、差し上げるです。全くもって参上するマイルの意味で訳さないので、これだけは気をつけましょう。まあということで、差し上げるというのは古文単語でいうところの、はい、これですね、立てまつるのイコール語だよねっていうのをしっかりと押さえてください。立てまつるイコールマイラスね、これ引っかからないように気をつけましょう。で、あとは補助動詞の意味もありますよというのは一緒に押さえてください。はい、例文ですね、薬の壺に大踏み添えてマイラス、まあ、なのでよくある語訳が薬の壺に手紙を添えて参上しちゃった場合ね、これダメなんですよ。参上するではなくて薬の壺に手紙を添えて差し上げるというね、ギブの意味で書かないといけないので、現代語訳ミスないようにね気をつけてあげてください。はい、ということで今日は3つの単語、まあ特にねこのマカルに関してはビジュアルでもぜひ覚えておいてください。非常に大事な単語だと思います。ぜひ復習お願いいたします。高評価チャンネル登録お待ちしております。今日は以上です。お疲れ様でした。